今日は7月17日、大事件が起きました。いつも通り会社で、まあ、職場で働いているとですね、まあ職場のパートのお姉さんから、こう言われましたよ。 YouTube で武井くん見つけたんだけど、ってあれ本物って、僕はびっくりしましたね。え？もうバレちゃったの？その人には自分が YouTube やってることを言ってなかったんで、本当に驚きました。他のまあグループ LINE とかで入ってる仲いい友達とかにはまあ何人かには言ってたんですけど、そのパートの人にはちょっと言ってなかったんで、バレて、どうして見つけたんですかって、どうやって見つけたんですかって聞いたら、まあなんか北見市で検索したら、YouTube 検索したら、まあなんか、それで、我ら兄弟のショート動画が出てきて、そっからなんか似てる人いるなって、知ってる人に似てるなって思っていろいろ見てたら、まあ俺だということが分かったみたいですね。見てくれたってことですよ。ありがとうございます。まあなんか多いな、やっぱり。昨日なんか久々に北見市で花火大会あったらしいんですけど、まあ、僕は行ってないですけど、まあそれでなんかしか言ってね、やば。花火大会の動画を見てみたくて北見市で YouTube で検索したみたいですね。まあ見バレをしてしまったということですよ。まあありがたいことに、まあ言われた時はまあ恥じらいとかは特になかったですけど、驚きと嬉しさですね。見つかったっていうか、その見つけてくれたっていうか、すごいなって思いましたね。 YouTube のそのすぐ見つかってしまうことが、まあこの調子でどんどんいろんな人に見つかって、僕たち兄弟のね、人生が、視聴者の人生に何かしらの記憶に残ればね、いいと思ってますよ。はい、見バレしたことはこれにてお話終わりですね。あともう一個、もう何個か話したことあるんですけど、セブンでやってましたね、これ、キングダムハーツの一番くじ。一回引いたんですけど、まあいい賞当たりました。開けたいと思います。一番くじはなんか知ってる作品あったら定期的に買うように僕してるんで、まあ、今回キングダムハーツということで、まあ引いてきましたよ。なんだこれ、キャンバスボードですね。え、キャンバスのボードですよ。こんな感じ。いいっすね。僕キングダムハーツあまりやったことないんですけど、まあちょこっと知ってるんで、面白い作品なのはちょこっと知ってます。いいっすね。なんかまあハズレだからまあ適当に選んできたんですけど、まだこれ以外にも絵柄がありましたね。はい、以上、キングダムハーツ一番くじのこれ当たってを報告動画です。あともう一個これ重要ですね。重要、あれさ、兄貴の動画が結構、まあ、やっぱ伸び率が高い、いいなって、なんでかなって、まあ自分なりに考えたところですよ。まああの人はなんか自分のことをオタクと言って、まあ、オタクなんですけど、オタクといってまあ動画出してるし、まあ、ラブライバーとか、まあ、オタクの多いようなコンテンツに乗っかれてるから、まあ、仲間たちはね、まあ、やっぱ YouTube 検索したりとかしたら、まあ、出てきやすいんじゃないかなって。まあ、兄にはオタクという属性があって、まあ、結構それが、まあ、再生回数とかが知れてるんですけど、それにまあ、1でもつくぐらいのまあ、影響力はあるっていうことですよね。まあ、それやっぱ趣味を開示してるから、やっぱそれ趣味合う同士で、まあ、動画が伸びやすくていいんじゃないかなって思ってますね。まあその辺、弟の私に関してはまあ大したそんな趣味も持ってないわけですから、こういうまああれですよ、しょうもない、今日できた一日の出来事を話すようなことしかできませんね。
まあ、趣味は特にな、まあ、今ゲームやってるぐらいだけど、ゲームもそんな仕事に疲れてやるようなテンションでもないしな。まあなんか僕にも趣味みたいな、みんなが乗れるようなコンテンツあればいいですね。あとはもう話すことないかな。ないですね。ないです。では終わりにしたいと思います。いや、なんかまだあるはずだ。探してみよう。探してみよう。ショート動画がやっぱり伸びやすい。ゲーム動画はあんまり伸びが良くないですよね。やっぱもう埋まっちゃってるんだろうな、きっとな。ブレワイとかもう他の動画で、こんな今更なんだろう、みんながやるようなことを動画にしても意味ないっていうか、まあ、最近はバグとかで、プレワイに関してはバグとかで人気出てるぐらいですけど。なんか やれることあったらいいですね、僕にも。まあそれを探していくっていうのも僕の人生の一つなんで、はい。よいしょ。では今日の動画はこれで。さらば。じゃあね、バイ。